そうですね、やっぱりあの作品自体は僕知ってたので、その歌、ダンス、お芝居、あと口説きがあるので、まあ俳優にとってこうハードルは高いなっていうのが正直ありました。でもそのやってみて、本番空いてみて、あのまあお客さん生 その反応が見れた時に、特になんですけど、あの口説かれてる時のお客さんの反応がすごい素直で、なんか可愛らしくて、なんかそれを見てたりとか、実際あの歌って踊ったりしてる時にお客さんがすごい楽しんでくれてて、そういうの見ると、あの僕も楽しくなれたし、その口説き自体にもなんかやりがいを感じて、割と毎公演結構楽しんで、最終的には口説きも考えてたかなって思います。なんといってもこう生でこうお客さんとこう触れ合うレベルの舞台なんですけど、なんであの僕あの目がめちゃくちゃいいんですよ。であのレビューの時とかすごいお客さんのことが見えてて、で一番覚えてるのが、僕があの白スーツナンバーワンを取った日にこう、まあ、見てたんです。またレビューの時に、まあ、もう頭真っ白になりながら見てたら、結構久しぶりだなみたいなファンの人がこう見えて、舞台上から結構見えて、すごい僕 その久しぶりのファンの方がいっぱい来てくれてたんですよ。その時にこうツイッターとかブログではこう頻繁に、あの忙しくて反応がなかったとしても、やっぱりこうちゃんとつながってるというか、ずっと思ってくれてるんだなってところと、そのおそらくそのファンの人たちにこう声をかけてくれたファンの人たちとかもいたりとかしたと思うんです。なのでそういうところにすごい絆というか愛を感じました。はい、いやもう夢みたいでしたね。あのもちろんそのファンの皆さん、自分の姫たちは大丈夫だからと言ってくれてはいたんですけど、やっぱりランキング戦だったので、まあ、安心はしないでおこうという気持ちで臨んでて、だからいざそのレビューの前にこうベスト3に残ってこう舞台裏に履けた時なんかはもう、で最後1位ですと言われた時は頭真っ白になって、でもなんかこう嬉しい気持ちと、なんかこうまあちょっと不安もあるしみたいな感情、ちょっと半泣きだったんですけど、こう幕が下りる瞬間にやっぱり姫たちのことを思って、ここで泣いて歌って踊ったら、多分一度あるかないかのこんな本番の舞台できっと後悔するし、多分楽しむことがこう姫たちへの恩返しになるんじゃないかなっていう気持ちがあったので、まあ、その幕が降りてからはもうとにかくめちゃくちゃ楽しいんだなっていう思い出ですね。はい、そうですね、僕はあのプレミアムからの参加だったので、やっぱりもっとね、もっとこうシリーズ出続けて、いろんな新しい楽曲とかやってっていうのをやりたかったな。本当ラストなんですもんね。とにかく他では経験できないあのお芝居だと思うので、度胸を、本当に度胸をつけさせてもらったなと思うのが率直で、あとファンの人たちとこう直接的にこういうふうに関われる作品って他にないと思うので、そういう面でこうファンの方、姫たちとのつながりとか愛とかを改めて実感できて、本番中は一緒に悔しがったりとか喜んだり泣いたりとかいろいろできる、すごい思い出の深い舞台です。俺は天性のホスト天性、どうも天性のホスト天性だ。1年ぶりにこの世界に帰ってきたわけだな。しかも今回はライブだ。歌って踊って、そして貴様を口説いてやる。天性のホスト俺様天性様が貴様をメロメロに酔わせてやるよ。覚悟しておくように。おねしゃー。